う西田航です。えっと、今日の東京は晴れ曇りぐらいですかね、比較的、もう酷暑ではなさそうな感じですね。あの、行こうといえば行けるっていう感じですかね、ロケもね。今日はね、ちょっと僕はサブチャンネル、メインチャンネルやって、ちょっともろもろね、他にもやりたいことがあるので、今日は引きこもりかなっていう感じはあるんですけれども、えっと、一つね、あの皆さんにご報告と言いますか、あのこちらですね、はい、カラーオブ東京のね、DM がいよいよ上がってき,きましたね、ちょっと今、艶があるかな。 はい、こんな感じでね、DM を上がってきたので、ここにね、キャノンギャラリー、キャノンギャラリーっていう感じですね、ここに押してあるって感じなので、えっ、ー、とー、基本的にはね、えっ、ー、とー、ギャラリーに来ていただいた時にはね、これ無料で持って行っていただけるんでね、DM なんでね、あのー、今、そこにね、届いて2000部ぐらいある感じなので、なので、まあ、とりあえず、今、カラーオブ香港ですよね、こちらの写真集販売中で、再販って形ですね、こちらのカラーオブ東京、 の個展開催記念ということで、あの再販今しました。まだね、予約販売で9月の上旬ぐらいから、徐々にね、えっとはい、9月の上旬ぐらいからね、ちょっと発送を開始しようかなというふうには思っておりまして、なので、DM もちょうど届いたのでね、こういった形であの皆様にもね、ご購入いただいた方、DM 合わせて、あの 一緒に、ね、届けるようにお送りしますのでぜひねこちらもお手に取っていただけたらなと思います結構ねいつもあのキャノンギャラリーさんの印刷いいんでねこの DM 僕結構気に入ってますねはいこれまあもちろん僕の写真でって感じなんですけども有楽町銀,銀座有楽町あたりのね東急のビルに映り込んだっていうところと飛ばすがね走ってるっていうところのねこの圧縮効果を狙ったような作品ですねこちらも会期、えー、中にね えー、実際の写真もご覧いただけると思うのでぜひご覧いただけたらというふうに思ったりしております。なので、はい、こちらね DM ができましたということで結構ねいよいよできてくると、あのー、写真展のリアリティが増してきますねいよいよね。なのでちょっと僕もそろそろ、えーとまあ、9月、えー、と10月22日から銀座。 え大阪が11月12っていうことなのでねまあ銀座開催してしまえばねそのまま走り出してくれるっていうことなんでその前の準備ですよねえー、っとなので9月はメンバーシップも始めるんですがえー、っと9月中旬ぐらいからはかなり <laughs> バタバタしそうな予感がっていうねある程度頭ではねもう1回 でカラーオケ香港を、ね、開催しているのでやはり経験が1回あるというのは大きいですねちょっとした余裕って言ったらあれなんですけど大体こういう段取りだなとかねフローが分かっているっていうのがね本当に、あのー、自分自身の気持ちの面でも、ね、多少は楽とやはり前回のカラーオケ香港はね本当にゼロから組み上げていくもので相当派手なね 大延ばしでっていうめちゃくちゃお金もかかったって感じなんですけども <laughs> っていうところでね今回はどういった形で皆様に楽しんでいただこうかっていう企画の方を比較的考えるっていう感じですかねなので、まあ、例えば物販とかねもう含めたりとか写真集とかねいろいろ、えー、とトータルの面でね皆様に楽しんでいただけるような、えー、展覧会にしていこうかなと思っておりますのでねあのお近くの方銀座大阪足をね 伸ばししてていただける方に関してはぜひ今日ピントが甘いな,なんかうんっていう形でねあのお越しいただけたらというふうにすげえピントが甘い <laughs> はいダメですね今日ダメだななんか うん、すいません。と <laughs> いう形でね、よろしくお願いいたします。はい、今日はね、EOSR5、えー、e、R6、どちらでもいいかなっていうね、ちょっと乱暴なお話をしようかなというふうにね、思っております。えー、とこれ、どういったことかといいますと、やはりある程度、上に行ったカメラ、グレードが上のカメラを使ってしまえば、僕の場合,僕の場合ですと、ファインダーが見やすくてフルサイズ、このそ,ういうそのぐらいのカメラですと、もう、 ある一定の上のカメラというふうに見なしているんですよね。もうそういうカメラがあれば正直どっちでもいいなっていう <laughs> 乱暴な意見です。これあの要はね R5 使ってた時はあの R5 撮っててわこれはいいカメラだわとで写りもねもちろん R5 良くてデータもね今色々いろ触ってる上で。 あの素晴らしいカメラだなとね R5 ね思っているとそして R6 もね今デモ機をお借りしててキャノンさんから撮っててまあローがねいよいよ R5R6 ともに触れるようになったので触ってるうちに多少ノイズ多いかなとかって思うとこもあるんですがやはり、ね、R5 よりも明らかに 50g 軽いですし軽快にフルサイズで連写も効いてトラッキング性能も高くてとかで。 えと普通の ISO 感度例えば100から1,600とかぐらいまででレンジで撮ってるとめちゃくちゃえっと絵も綺麗だしっていうねそれ以上になってくるとちょっとノイズが若干乗ってくる感じもあるんですが別にそれも味っていう風に捉えてしまえば問題ないなとかね。なので えっとまあ、どういうことかと言いますと、どっちでもいいなって感じになってきてるんですよね、要は、撮るのが楽しいという感じなんですよあの。撮るのが楽しいカメラって非常に重要で、まあ、ワクワクするなっていう感じ、そのワクワクする気持ちが、このアルファシック R6 両方にあるかなと僕は思ってて、でなぜかというと、この後ろの、ね、ユーザーインターフェースがほぼ一緒なわけですよ。というところで、ね、僕は5と6を並列の関係と呼んでるんですよね、何か素材が違うだ、何だとかっておっしゃる方もいるんですが、 えっと、まず手に取ったことはおそらくその方とかないですよね、そのポリカーボネートの素材がとかっておっしゃる方いますけど、じゃ実際触ったかっていうと、絶対触ってないやつですね、出てないから、なぜなら。なので えっと僕はね触った感じね別にどうしたって感じですねほんと素材感が安っぽいとか一切感じないですし所有欲すらも R6 は僕自身は増すかなっていうかねあのいいカメラだなって本当に心から思えるって感じです触れば触るほど愛着が出るカメラっていうことでえっと本当乱暴な意見なんですけどもどっちでもいいなっていう <laughs> そういった感じの今ね思ってる結論ですねで両方とも画質が綺麗 もちろん細かいことをすごく細かく詰めていくともちろん高いものはいいもので R5 に。 えー、帰結してはいくんですけれどもかといって R5 がじゃ致命的なカメラかっていうと30万円のカメラが致命的なわけないですよねめちゃくちゃいいカメラなんでねなのでその辺はあの R6 を予約してるユーザーの方とかがね要は R5 があるおかげで要は1個下の機種を自分は購入してるんじゃないかとかで、ね、なんかそういった気持ちがグラグラされてるのが非常にコメント欄とかからも伝わってくるんですよねなのでそこは心配なくっていうところで僕はもう今ね R6 をもうガンガンずっと使って 逆にね R5 が持ち腐れというかずっと最近眠ってますね R6 でガンガンロケしててっていうまあデモ機で借りてるのであの最低限ね借りてる期間はちょっと R6 使い倒して。 ちょっと自分の中に取り込んでみようかなと思っているのでね、楽しいです、本当に R6 も。まあ、要は R5 をその前に散々触ってきてたんで、何度も言いんですけど、これ、並列の関係だから、R5 を徹底的に触ってきてたら、R6 を手に取った瞬間にもう、何の違和感もなくすぐに撮影が入れる。要は R5 で映してる、ね、気分になれるなにれそしておそらくですが R6 のユーザーでじゃあステップアップだっていうことで R5 に切り替えようって,て R5 を手に取った瞬間に何ら気にすることなく R6 を使ってる感覚で R5 を使えるっていうねこのステップアップ っていうね、この行ったり来たりの関係ができるっていうのが、えー、と非常にいいのかなというふうに思ってます小気味の良さでいうとやっぱり R6 ですねデータが2,000万画素のおかげでローデータ触っててもねめちゃくちゃハンドリングがいいのでどんどんねスナップ向きスナップで考えるとバーッて取っていってさっさっさとセレクトしてすぐアウトプットとかそういったハンドリングの良さはやはり R6 に分があるかなっていうふうにはね 思ってます、ね、で、えっとまあ、仕事とかでドーンと構えて今日はスタジオ撮影だとかってなるとやっぱ R5 で撮っていくっていう方がいいのかなっていうね。 感じもししたりしてますで、a f 性もねほぼ禁止と考えていいかなと、僕もイルカショーでのね、えっ、ー、と、それぞれの a f 性能 R6、R5 の a f 能をメインチャンネルで出したんですが、えー、と撮影条件がね、結構 R6 のはシビアだったかなっていうのがね、もう一個結論にありまして、なので、事実上はトラッキングほぼ R5、R6 一緒じゃないかなっていうところで、 えー、結論付けてててもいいいかなという,ふうにはね現状思ってますこれからねいろんなちょっとまたコラボレーションとかも考えたりしてましてコラボレーションの際にそういったトラッキングの性能を見れるような撮影をしようかなとかもね考えたりしてるんですよねまあそれはまた後日ね皆様に動画をご覧いただくのでそれまでのお楽しみってところで考えておいていただけたらいいかなっていうふうには思ったりしているんですけれどもっていうところでね今日は R5、R6、もうぶっちゃけどっちでもいいですよっていうお話でした。乱暴ですよね、ごめんなさい。でもね、本当に両方とも撮ってて、あの小気味よく気持ちいいカメラなのでね、僕は今 R6 ずっと触ってて、R5 恋しいなとかは全然思わないと。なぜなぜら R5 R6 との操作系 あの撮影するっていう上ではほぼ同じカメラを使っている感覚になれるからってことですね。こういったところでね、あのー、参考になればなっていうふうに思ったりしております。それではね今日も一日健やかにお過ごしください。西田,田でしたどうも